きっともっと京都を好きになる楽を旅にする楽旅はい皆さんこんばんは。 3月の27日、日曜日です。午後の7時になりました。さあ、本日も、ほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手さあ、今日はですね、暖かい一日になりました。 3日前でしょうか、京都は桜の開花宣言が出ておりまして、いよいよ桜シーズンの本番を迎えています。ただ少し雨が降って昨日も寒くなりましたけれども、今日、一気に青空となって気温がぐんぐん上がりました。今日は午後の3時、京都市中京区で最高気温20度を超えましたので、もう、この上着1枚で十分、 ちょっと私今日はね、羽織るものを一個持ってたんですが、もうそれが暑いというぐらいですね、今日は春の陽気に包まれた京都なんです。さっき、鴨川越えてオフィスに帰ってきたんですけれども、もう鴨川べりに春の陽気に誘われて、たくさんの皆さんが、あれ、不思議と等感覚になるんですよ。等感覚で人々が座って、 鴨川の川べりでゆっくりと時を過ごししておられましたただね、あまりに人が多くて、もう等間隔というよりかは、一列に並んでいるというぐらい、多くの方が集っていまして、まだちょっとね、安心安全に気をつける、そんな時期ではありますけれども、春の暖かな陽気で、人々のにぎわいも戻ってきたという京都なんです。 昨日あたりはまだまだね、桜の開花進んでいなかったんですが、今日、午前中と午後だけでも、一気に桜が咲いてきまして、もうすでに、木山地界隈の、あの、高瀬川沿いの桜も、今、半分程度、五分咲きぐらいになっておりまして、一気に京都市内、満開に近くなってきました。一応ですね、日本気象協会の予報では、3月の30日、 つまり今日27日ですから、28月曜、29火曜、30水曜日、30日の水曜日には満開を迎えるということなので、もうあと3日。もうほとんど京都市内の桜が3部から5分咲き程度に今、一気に咲いてきました。金曜日はまだまだ粒芋が硬かった桜もあったんですけれども、一気にほころんでおりましてね、 あの、桜シーズン本番を迎えている京都なんです。さあ、そして今日、私は、午前中、空の上にいました。今日は、午前中に、ヘリクルーズ、そう、ヘリコプターに乗って京都の桜、観光名所を巡るという、ヘリで京都観光を楽しむという、 ヘリクルーズに行ってきましてえ、今日はお客様お二人なんですが、旦那さんがお誕生日を迎えるということで、そのお誕生日に奥様からのプレゼントでご夫婦でヘリに乗って上空から京都の桜を観光するということで、ヘリクルーズのお申し込みがあったんです。で、私たちラクタビでは、ラクタビの講師がヘリに乗って、 ヘッドセット、イヤホンとマイクをつけて、まあ確かにね、ヘリの中ってすごい音なんですけれども、それをつけると会話が普通にできるんです。そのヘッドセットをつけて、私が40分、京都の上空から様々な観光名所をご案内しまして、ぐるっと一周してきました。京都の南、 ちょうど宇治川のほとり1号線のところにヘリポートがありましてね、そこから旅立って、ちょうど1年ほど前に私たちスタッフと一緒に60分、吉野、大阪の大仙古墳、そして大阪城などをクルーズする京都なら大阪一周のヘリクルーズに行ってきたんですが、今回は京都市内限定の桜の時期、ぐるっと京都を 反時計回りにね、回るというクルーズでした。で、今日はね、ヘリポートを飛び立って、一路、お稲荷さんから、清水寺、清院、南禅寺、平安神宮、銀閣寺と、東山の名だたる観光名所の上空を飛びまして、で、比叡山の山頂の近くまで上空上がりまして、 大原のあたりから北山、もう宝ヶ池から、そして明宝、船形、下鴨神社、上鴨神社から大徳寺、船岡山まで、ずっとこの落北を旋回しながら、いよいよ金閣寺。綺麗かったですね、やっぱり。空から見てもあの光り輝く金閣は綺麗に見えました。まあ、よく皆さん、 雪化粧した金閣寺、ニュースなんかで上空のヘリからの映像を見てることあると思いますけれども、まさにあれの今日は桜バージョンです。春の美しい、絹笠山のふもと、三大将軍足利義光が作りました、見事な金閣寺をヘリでクルーズして、そこからさらに京都の市内に戻り、五所から二条城、そして、並びが丘から仁那、お室人な寺 そして、大沢の池の大覚寺から今度は山を越えまして、高尾、高山寺、神五寺などを見て、保津京に沿って、嵐山に戻ってきまして、そこからは桂、桂離宮、西山の吉峰寺、そして天皇山、男山、岩清水八幡宮と、京都の山に囲まれた盆地をぐるっと一周、 約40分のクルーズを行いまして、再びヘリポートに帰ってきたんです。この特別プラン、楽旅で皆様に今お届けしておりまして、一応ですね、昨年の秋の紅葉から3月の31日までということなので、もう間もなくこのクルーズは終わるんですけれども、もしね皆さんご要望がありましたらまた来年も行いたいと思います。あの、ぜひまた、どうしても ヘリクルーズやってみたいという方はですね、また随時、タ旅の方までお電話をいただけましたら、ヘリポート、旅行会社とタイアップをして、またプランを組んでみたいと思いますので、一応ですね、今回のクルーズは、この、昨年の秋にタ旅の会員の皆様には、このチラシを解放誌と一緒にお届けしたんですけれども、えフライトは、ABCD プランがありまして、 で今回は D プラン40分ということでね、あの実はお申し込みいただきまして、高尾西山まで行ってきたということなんですね。で、往復、京都駅の方から送迎もつけて、今日はね、タクシーが、まあこういうね、ヘリクルーズでしょうからか。今日はね、BMW の <laughs> あのタクシーが来ましたよね。それに乗っていただいて、そして私と一緒に行って、で、ヘリもパイロットで私が乗って、 後ろにお二人が乗っていただきまして、ダイナミックな京都の上空からのクルーズ、ヘリクルーズの観光を楽しんでいただきました。あさっての29日にももうお一組お申し込みいただいておりまして、私再び火曜日も上空に行ってきまして、今日もね、結構咲いてました。もうピンク色に桜が見えましたが、 明後日もまだまだ桜は満開に近いと思いますから、綺麗に京都の街並みを見ていただけるんじゃないかと思っています。楽しみに、あの、ぜひですね、2日後、お待ちしております。で、皆様も、ああ、こんなヘリクルーズ一度乗ってみたい。やっぱ一生に一回はヘリで京都の上空から美しいその街並みを見てみたいという方はですね、ぜひまたご連絡をいただけましたらと思います。あの、実は先日、 ヘリの会社の方にお問い合わせをしますと、3月の30日、ちょうど満開予想の日は、まだね、空きがありました。今からでも遅くないと思います。今日27日ですが、3日後、3月の30日、水曜日、まだ空きがあります。で、私もね、30日は比較的時間に余裕がありますので、ぜひ、スケジュールが合えば、まだヘリクルーズ可能ですから、 満開の3月の30日、京都上空から桜の京都を満喫してみませんかまだ皆さんからお問い合わせがあったらヘリポートの方に日程を確認して確約を取りたいと思いますので、ぜひまた明日以降、今日はねもうスタッフが帰りますので、明日月曜日以降ご連絡をねお待ちしております。で、 今日はね、そのヘリのクルーズが終わった後、またすぐに、伏見の方に行きまして、今日はね、味めぐりという、毎月第4日曜日に開催している、美味しい旬のお料理を食べに行く会がありましてね、今日は、伏見、魚サブロさんの方に行ってきました。で、魚サブロさんで美味しい京料理を今日はいただきましてね、その後に、豪川という、 あの、寺田屋があるところの前に川が流れてますね。あの川に今、十国船が浮かんでいるんです。で、先ほど調べますと、もうすでに3月の19日の土曜日から、伏見、十国船の遊覧が始まっておりまして、秋の終わり、12月の4日まで運行されています。で、8月は少しお休みの期間もあるんですが、基本的に月曜運休以外、毎日、 実は船がゆっくりと遊覧をしてるんですよ。大人1200円で行ってミスコーモンを散策してまた帰ってくるということで約50分から1時間ぐらいの船に乗ってるのは約ね15分で陸地に上がって観光してまた15分帰ってくるということになりますので約1時間なんですけどもぜひねこの素敵な船の クルーズもありますので、ぜひ、十国船もね、楽しんでいただきたいと思います。今日はね、それに乗りましてね、もう桜並木の水路でした。月景館の酒蔵を見て、桜並木の下を船がゆっくりと進みまして、伏見港、ミスコーモのところで再び折り返して、桜を眺める素晴らしい遊覧でした。 そして酒蔵のちょっと散策なども行いましたので、今日私は空でもガイドして、水の上でもガイドして、陸地でもガイドしたということで、陸海空、まあ海が海ではないですけども、陸海空、すべての地域で案内をしたということでね、まあヘリ、船、街歩き、陸海空のガイドをね、今日行って、先ほどこのオフィスに帰ってきたということだったんです。 ということで、いよいよ京都はですね、桜のシーズンを迎えましてね、あの、私たちの楽旅でも、この春もたくさんの桜散策をご用意しています。なんといってもね、次の週末ですね、4月の2日土曜日は私が歩く距離短めシリーズです。ぜひ皆さん、あんまり歩きたくないという方、徒歩1.4キロです。南禅寺、毛上げのあたりを、これね、歩く距離は短めということは、 一箇所一箇所のお寺神社を詳しく解説をするということなんです。イヤホンガイドをね、つけていただきまして、私がもうみっちり2時間半、南禅寺や、蹴上げインクラインのあたりをご案内しますので、まさにこれ桜満開だと思います。来週末4月の2日、ぜひこの、歩く距離短めシリーズ。桜が咲く春爛漫の南禅寺。 三門と法上庭園と琵琶湖疎水の史跡巡りということでご参加をいただきたいと思います。で、翌日にはね、昨日山品会議で熱く山品について激論しました。東さんがご案内する山品別院本願寺の、かつての山品本願寺の足跡などを訪ねて桜の穴場が多いんですよ。そのあたりをですね、皆さんと一緒に訪ねていきたいと思います。そしてですね、 こちら、4月の8日は、植物園から中ぎの道、いよいよベニシダレのシーズンになりますのでね、えー、森さんがご案内する散策や、なんといっても同じく森さんが、4月の9日の土曜日、これ、お室忍なじの夜間ライトアップを楽旅で貸し切りします。皆さん、お昼間のお室桜見たことあると思うんですが、夜のライトアップです。 おむろにんなじ夜ライトアップ楽旅貸し切り限定で一般の方は入ることができないんですよ。ということでぜひ皆さんこのスペシャルなおむろになじの夜間特別配管こちらはもうお申し込みいただいた方のみでおむろにんなじの中に入って今度特別参拝 普段今度も開いてないんですが、中の特別参拝と、おむろ桜のライトアップ、私たち楽旅だけで独り占めです。一般の方もご参加いただけますので、楽旅にお申し込みをいただきまして、明日月曜日朝10時から受付が始まりますので、明日の10時もですね、ぜひお電話いただきまして、これら散策、お申し込みをね、いただきたいと思います。 ということで、今日は陸海空にわたりましてね、まさに春らんの京都をガイドしてきてということなので、さあ、今日ちょっと旅へ。どこか桜名所が出るでしょうか行きます。さあ、この箱の中には、お寺神社の名前が書いた旅くじが入っています。だいぶ少なくなってきました。この旅くじを引くことによって、どこかのお寺、どこかの神社へと、 トークで旅をしてみたいと思います。それでは行きます。くじ取り式です。さあ行きますよ。さあ今日はどこへの旅になるでしょうか。行きます。下の方から行きますよ。重なってます。ちょっと待ってくださいね。だいぶ重なってます、これ。あ、行けた。こちら。こちらを本日のトークテーマとしてみたいと思います。それでは続きまして、 このくじの中身を改めます。くじ改めです。まずは、私がくじの中身を見て、皆様に何が書かれているか、どんなところか、ヒントを一つ、二つ、三つと出していきたいと思います。皆さんはそのヒントを聞きながら、うーん、あそこのお寺かないや、あそこの神社じゃないかななど、ぜひ考えながら聞いていただきたいと思います。 わかったーという方はですね、ぜひコメント欄に、なんとか寺、なんとか神社と書き込んで、さあ、どれぐらい京都をてるか、腕試しをしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ改めです。行きますよ。本日のトークテーマは何でしょうかおっとー、その前に。さあ、 逆さま、はい。逆さまでした。なんか久しぶりにやったような気がしますね。最近、旅くじを引くチャンスも少なく、特別の配信が多かったことから、久しぶりの、お桜にまつわるトークテーマが出てきましたお ただこれはね、ちょっと難しいと思います。ドンピシャ桜名所というわけではなくて、この旅くじが桜と関わることもできるんです。さあ、今日のトークテーマは、ジャンルで言うと、お寺でもない、神社でもない、石碑でもない、今日は、 歴史上の人物です。さあ皆さん、歴史上の人物で京都で活躍をして何か桜とエピソードを持っている人です。その桜にはこの方の名前が今名付けられています。桜の種類としては植物名がちゃんとありますがそこに 植えられて、ゆえんをもって、この人の名前が、なんとか桜と名付けられています。で、多分こう言うと、あ、京都の西山、正寺寺に、今から800年前、歌を詠んだ仮装、歌のお坊さんで、西行、 西行が出家したお寺であることから、京都西山、正寺寺には、西行の名前をとって西行桜という桜があります。それだと思った方、違います。<laughs> 違います。しかしでも、形としてはよく似ています。そういう歴史上の人物がいて、ゆかりを持って何とか桜と名付けられている歴史上の人物です。 では、時代はいつか、いつの時代に活躍をした人物かと言いますと、私が大好きな幕末です。幕末。今日この歴史上の人物は活躍をした方で、京都の出身ではありません。 あるところの藩の大名として、その後、江戸幕府からある任命を帯びて、京都に上洛を果たした大名です。しかし、時代は一気に新しい明治へと、その中で旧幕府の軍勢として、 大きな痛手を受けながら、自らの国元では母辰戦争で大きな戦いで悲劇が繰り返されまして、その物語は NHK 大河ドラマにもなりました。八重の桜。その、藍津若松城の 大名でありました。この人物が、現在、桜、つながりました京都府庁の旧本館、あの、立派な建物の中庭に、桜があって、そこに、なんとか桜と名付けられています。さあ、皆さん、わかりましたか 本日のトークテーマはこちら。幕末藍津藩主として、京都の治安を維持する京都守護職として活躍をしました。松平、片森という大名になります。これで、片森と読みます。この松平、片森公は、松平という名前がありますように、 徳川一族の親戚にあたる審判、つまり徳川家をよくよく支えてきた松平家に生まれまして、養子に入って今の藍津若松城の城主として、大名として、そして江戸幕府がちょうど動乱の幕末で、京都の治安が乱れる中で、京都守護職を拝命して、多くの藩兵を率いて、 今の福島県会津若松から、はるばると京都へと上洛、そして京都の治安維持にあたります。この会津藩の下部組織に後、新選組、会津藩お預かりで、京都の治安維持にあたる新選組が誕生しまして、その新選組の局長近藤勇などもしばしばこの 片森に拝慮し、今の東山、今回光明寺。そこに、会津藩が本陣を置いていたことから、そこにたびたび新選組の幹部も訪ねたということなんです。この松平片森公実は、今回光明寺が、会津藩の守護職の本陣となりますが、もう一つ、 会津藩の神屋敷があったというのが現在の京都府庁。ちょうどね、京都府庁正門を入ってすぐ右手、会津藩、神屋敷跡という石碑が建っています。つまり現在の京都府庁は、江戸時代の末期、幕末までは、会津藩の神屋敷の土地だったんです。ということは現在の府庁、 京都府庁の本館、旧本館の中庭は、かつての松平かたも住まいしたであろう、神屋敷の跡になりまして、そこにかた桜という大きなしだれ桜が今も美しい花を咲かせるんです。ちょっと遅咲きになるかな。紅しだれになると思いますので、 おそらく、そうですね、ソメイヨシノから4、5日遅れて、4月の8日、9日あたりに、ただね、今年は一気に暖かさが来たので、一気に早咲き、ソメイヨシノ、遅咲きも一気に咲いてきそうな気がしますから、もう来週末1週間後あたりには見頃を迎えるかもしれません。京都府庁の中庭にある、片森桜。新たに命名された桜なんですけれども、 ぜひそちらも皆さん、その桜を美しさをね、めでていただきたいと思います。参考までにこの松平かた公、幕末以降は、どこまでも徳川将軍家のためにということで、明治以降、日光東照宮の神職宮司になるんです。 つまり日光東照宮と言いますと、新君家康、初代の徳川家康をはじめ、徳川歴代の御霊が祀られている場所で、その日光東照宮の宮司を務め、亡くなったということなんです。柴良太郎の王城の護衛者という本を読むと、その最後に、 松平片子を常に肌身離さずに首から竹筒を下げていたと言いまして、その中には幕末第121代公明天皇からの直筆の新刊、直筆の手紙が収められていたと言いまして、この松平片森公、京都守護職となって京都に上落後、時の公明天皇と越見そして 今日の治安を頼む。皇天皇からの言葉をいただいて、その文を常に修正、肌身離さずに持っていたと伝えられています。その遺品がなくなった後、現在の東京日本橋の日本銀行の地下金庫にあったと言いまして、その遺族の方が地下金庫を開けてみると、 片森公が常に肌身離さずに首から下げていた竹筒が見つかり開けるとそのような公明天皇直筆の書が入っていたということなんです幕末の歴史の中では片森というと何か外れくじを引いて明治という新しい時代が来る中でそこでに抗ってなんとか京都の治安維持を 行って戊辰戦争でも会津若松城大きな痛手を受けることになりますから何かもう外れくじを引いたような人物に言われるんですけれどもしかし片森公は常に孔明天皇のお言葉を胸にとにかく京都を守る日本を守るんだということでその身を投じて京都にそして日本のために身を尽くした人物でもあったわけなんです。 最後は穏やかに日光東照宮で過ごし、その遺品が残されていたということなんです。ぜひまたね、王城の護衛者。その小説を読んでいただくと、松平片森から見た当時の幕末の激動が見え隠れしますから、ぜひ一度また皆さんね、読んでいただいたらと思います。王城というのはこの京都のこと。 そして治安を維持した護衛者であったという王城の護衛者。ぜひ一度読んでいただいたらと思います。はい。ということで本日は幕末会津藩主、そして京都守護職松平かた公についてお届けしました。さあ、ほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ。本日のトークは ここまでとなります。さあ、明日以降もどうでしょうお天気、暖かいんでしょうか一気に桜シーズンへと突入した京都。ぜひ皆さん、今週、来週あたりがこれから見ごろを迎えて、これから2週間、桜、桜、桜となると思いますので、このライブ配信でも桜情報をね、常に皆様にお届けできたらと思います。そして、この、 京都散歩への皆様ご参加とヘリクルーズ3月30日どうですかということでぜひまた皆さんと一緒に京都で桜を楽しみたいと思います。それでは心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくくりたいと思います。さあ皆さん合言葉はきっともっと と、京都を好きになる。この好きになる、とて皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、今日も京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からも、たくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。きっと、もっと、京都を 好きなるーということで、本日は午後の7時からおたけしました。楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ。明日はね、お昼間ちょっと散策に出ているんですが、おそらく3時からのライブ配信は可能だと思います。3時に帰ってきまして、ライブ配信を行って、そして夜は大阪の方へと行きますので、 3時からのライブ配信をお届けしたいと思います。もしちょっと間に合わなかったら3時半とか。でもね、その後の大阪の移動があるので、まあ、お休みになることはないと思うんですけれども、なんとか3時から明日お届けしたいと思います。明日もぜひお楽しみに。それでは、本日の皆様ご視聴ありがとうございました。それでは、ポチーン